さて始まりました。ご視聴ありがとうございます。前回ペプシ正規店購入動画でたくさんのコメントをいただきまして誠にありがとうございます。最近は温かいコメントをいただくことが多くなりまして嬉しい限りでございます。まあ昔アンチをブロックしたんですけどね。私のことは嫌いでもロレックスファンチャンネルのことは嫌いにならないでください。さて今回は GMT ペプシを購入して1年間の購入制限に入ったということで、購入制限モデルは買えないわけなんですが、購入制限以外のモデルでおすすめのモデルをランキング形式でご紹介したいと思います。これはニアリーイコール今後私が狙っているロレックスのモデルにもなっております。では行ってみましょう。憧れのロレックスは遥かに遠く、故に私たちはどこまでもロレックスを追い続ける。男のロマン、ロレックス。理想のロレックスを身につけて、どやれる場所を目指して。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。ロレックスは永遠に、不滅です。購入制限中に狙うべきモデルランキング、パフパフということで、早速行ってまいりましょう。購入制限期間中ということで、これらの購入制限モデルについては、今回ランキングの対象外とさせていただきます。まずは第5位です。第5位はデイトジャスト41126334のフルーテッドジュビリーのタイプになります。定価は142,800円で、新品最安値は120万円。定価との差は157,200円となっております。ついにデイトジャスト41もプレミアム価格となってしまいました。このタイプ、オイスターブレスとかスムースベゼルもありますが、フルーテッドジュビリーをぜひおすすめしたいですね。このフルーテッドジュビリーの組み合わせはザ・デイトジャストという感じで、もう満足度マックスだと思いますよ。プロフェッショナルモデルばかりが人気となっておりますが、やはり王道はデイトジャストです。中でもこのフルーテッドジュビリー、ぜひご検討いただきたいと思います。最近このモデルがかっこいいことが認知されてきまして、正規店でもなかなか買えないモデルになってしまいました。文字盤によっては予約できる正規店もあるみたいなので、スタッフさんに聞いてみてください。ちなみに私はこのスレートローマ文字盤を狙っております。緑のローマ文字がかなりかっこいいですよね。他におすすめの文字盤としては定番のブルーと普通のスレート文字盤ですかね。スーツに相性抜群なので、仕事の時につけるとやる気が出ます。第4位です。第4位はオイスターパーペチュアル 41mm124300 ですね。文字盤はできればターコイズブルーが私は欲しいです。定価は621,500円ですが、新品最安値は1365,000円となっておりまして、定価との差は743,500円でした。私は大きめが好きなので 36mm はあまり興味がないんですが、41mm は正規店であったらぜひ購入したいと思っております。コーラルレッドとかイエローも人気ですけど、私はやはりターコイズブルーですね。オフの時の外しの時計としてぜひ欲しいですね。でも今はプロフェッショナルモデル並みの入手難易度で、プレミアム価格もすごいことになってます。特に 41mm のターコイズブルーは、新品並行相場が1365,000円と、定価の2倍以上となっております。ちなみにこの新品最安値は少し前の楽天市場の価格なんですが、今は売り切れてしまいまして、1本もありませんでした。イエローはありましたけど、126,500円でしたね。ということで、正規店ではほぼ買えないモデルだと言っていいと思います。エクスプローラー1の方がまだ買えると思いますが、エクスプローラー1は購入制限モデルなので、制限中は買えませんね。出会ったら即買いでございます。第3位です。第3位はオイスターフレックスデイトナー 116519LN116515LN になります。定価は314,500円で、新品最安値はエバーローズゴールドのチョコ文字盤で433,400円。定価との差は1193,500円でした。こちらのモデルは以前の動画の入手難易度ランキングでも上位とさせていただきましたが、金無垢モデルの中でもかなりの人気モデルでございます。金無垢モデルは定価が高いので狙ってる人は少ないんですが、入荷数が少ないため、入手難易度はステンレスの購入制限モデル並みとなっております。特にこのオイスターフレックスは金無垢モデルなんですが、ブレスがラバーのため、
他のオール金無垢モデルよりも定価が安くて314万500円になります。実は私オイスターフレックス自体は持っているんですが、このスチールブラック文字盤が欲しいんですよね。私個人的な感想なんですが、数あるデイトナのモデルの中でこのスチールブラック文字盤が一番かっこいいんじゃないかと思ってます。少し前は購入報告を見たんですが、今は本当に見なくなりました。来年ぜひゲットしたいモデルでございます。第2位です。第2位は GMT マスター2126711CHNR コンビモデルでございます。定価は156万5300円で、新品最安値は210万9850円。定価との差は54万4550円でした。こちらのモデルは私はすでに持っているため、もちろん狙っておりませんけれども、非常にかっこいいモデルです。このモデルコンビなんですが、エバーローズゴールドなので、とても落ち着いた大人の雰囲気で、高級感があってすごく好きなモデルです。ロレックスに詳しくない友人に見せると、受けはかなりいいです。こちらは購入制限中の人がよく探している大人気のモデルですので、入手難易度はコンビモデルの中でもかなり高いです。ステンレスモデル並みにマラソンしないと買えないと思いますので、折れない心が必要です。いよいよ第1位です。第1位は、スカイドエラー326934の黒文字盤になります。定価は156万4200円で、新品最安値は229万8000円。定価との差は73万3800円でした。第1位はスカイドエラーの黒とさせていただきました。こちらもかなりの入手難易度になります。青文字盤じゃないのって思われた方。もちろん青文字盤があればそちらの方がベストです。しかし、青文字盤は都市伝説レベルの難しさとなっております。よって現実的に考えて黒文字盤としました。まあ、白文字盤でもいいんですけれども、どちらかというと私は黒文字盤の方が好きですね。ただこのスカイドエラー、昔は正規店でも予約を受け付けてたんですね。その予約分がまだ行き渡ってないので、事実上購入できない正規店が結構あります。もしスカイドエラーを探している人は、そういう正規店は外して回る必要がございます。入荷数がデイトナより少ないと言われてますんで、入手難易度はデイトナ並みでございます。潮対応にもめげず、雨の日も風の日もマラソンできる折れない心の持ち主でしたらおすすめいたします。普通の人は途中で心が折れると思います。私はあればいいや程度で、ゆるーく回りたいと思います。以上、購入制限中のおすすめモデル5選でした。最後にランキングをまとめておきますと、第5位がデイトジャスト41。第4位がオイスターパーペチュアル。特にターコイズブルー文字盤ですね。第3位がオイスターフレックスデイトナー。第2位が GMT マスター2のコンビ。第1位がスカイドエラの黒文字盤でした。購入制限中はおとなしくしてお金を貯めておくというのも手だと思いますが、コレクター心をくすぐるモデルがまだまだございますので、今回ご紹介した5つのモデルのうちのどれかは来年必ず購入したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。